こんにちは、こんばんは、赤髪のトモです。キルザパルバーっていうゲームをやっていきたいと思います。多分某配管工をですね、世界的に有名なこの左の帽子をかぶってヒゲをしてつなぎを着てファイアボール持ってますけれども、それを倒すっていういつもと逆の立場を、題材としたゲームをやっていきたいと思います。これもフラッシュゲームなので、気軽に無料でプレイできます。じゃあワールド1、多分ここら辺はチュートリアルなんじゃないかな。これがなんかドカーンと悪いことをして左上で悪いことが起きて助けを求めてっていう感じだね。きっとこのクリボー的なやつを操作するんだと思う。あ、やっぱりそうだ。で、これで操作するのか。多分体当たりをすればいいんでしょ。この赤いのを倒せばいいんだから、マリオっぽいやつを。言っちゃったけど、おっと、これ多分踏み潰されたら負けないんだよ。多分踏まれてみるか。あ、やっぱり負けだ。だから踏み潰しよけて体当たり踏み潰しよけて体当たり、 OK、 これでクリアしました。じゃあネクストレベルっていうようなちょっとしたパズル要素があるのか。あ、じゃあタイミングよく振ればいいだけか。ほい、 OK。 あ、簡単簡単簡単、ここら辺は簡単。あ、危ない、これ危ない。あ、待て、これ待て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 。あ、なになになに、こうか。常に交差する感じでいればいいのか。オッケー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 。時間内逃げ切っても勝ちということですね。ほっ、おおお、こうして、あ、やった自殺を誘った感じね。セルフキルアシスト。お、あ、ゴール取られちゃダメだ。じゃあここにいればいいのか。ほっ、え、飛ばしといて2匹目に当てればいいのか。なるほど、できたできたできた。これはちょっと面白いね。ほっ、わかった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 。ほっ、違う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 、こっち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 にいて、こっちだ、こっちこっちこっちにいて、ジャンプさせて体当たりさっていう感じだ。わかったわかった。あー、星がなくなっていく、星がなくなっていく。ほっ、で捕まえた。オッケー、理解するまでが時間かかった。これはパズルゲームだね。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。おお、何？え？あ、ここに引っ掛けてこんな感じ？あ、ここにいんのか。わ、じゃあここでいいんだ。オッケー。多分そうなんだと思うんだけど、ここら辺じゃないのかな。お、オッケー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 。クリア。さあ次。え？あれ？どういうこと？タイヤ。あ、わかったわかった。最初と一緒か。手前のでジャンプさせて2匹目で体当たり。あれ？こうか？こうか？できたできたできた。そういうことか。そういうことね。これは？じゃあ、ジャンプできるようになってる。ジャンプできるんだ。じゃあ、そのままこうやって強襲。OK。ジャンプできるやつの方が OK です。おい！あと3秒。3秒受ければいいのか。あー。ほい。ほい。2。1、惜しかった。ワンアップユアーズって、あ、息増えた。それはいいけど、お、なんだこれ、なんか来た来た、やばい、あいつが来る前にこれを、アクション要素増えてきた。アクション要素増えてきた。オッケー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 、さあ来い、おらーいいね、アクション要素増えてくるとちょっと大変。かわいいねこいつ。まただ、またゴールする前にマリオ強襲。あー、足りない。どうだ、これは間に合いそう。な、何が間に合う、おい、ギリギリ。間に合う時と間に合わない時の違いが分かんないけど、とりあえずクリア。え、どこにいる。わ、これか、ドッスンか。ドッスンドッスンになれるのね。上上がったと思わせといて、ドッス、あ、こいつ頭いい。あ、あー、ムカつく。よっしゃー、オッケー、時間かかっちゃった。え、もう一回来るのか。あ、あ、そういうことか。あ、横に移動できるんだ。あ、そういうことか。オッケーオッケー、分かった分かった分かった。こう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 、あー、こう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 、あー、マジ、こう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 、うそ、こう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 、オッケーこれキーボードの緻密なよ。え、上行くと死ぬ。こうこう、え、あ、死んだ。
え、こうの、こうの、こうの、こうで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 、チレーってことね。オッケー。で、まあなんかサクサクとできてちょうどいい難易度。ジャンプ。あ、なんだろう。You can also jump。ハンマーブロスになれるんだ。ほ。ほ。これでどうだ。待って、ちょっと待って。これ難しいですよ。ちょっと待って。当たった。よし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 。これタイミングっていうか運ゲーだったな、今のところは。ハンマーブロスになれるんだ。当たったろ、これ一発で。あ、ここら辺かな？ここら辺かな？ここら辺かな？やばいやばいやばい。どうする？ここら辺、ここら辺にないのに走ってきたら大丈夫。おら、惜しい。え、どうしたいのこれ？下行けないし。ハンマーブロス側も大変なんだな、これマリオに当てるの。ハンマーブロスの気持ちが分かった。でもやられる方はうざいよね、このなんていうの、威嚇射撃。威嚇射撃結構来るな。ここら辺か。待って。マリオが真下に来た時に投げると、遅いんだ。だから、あ、早いんだ。だから、これくらいのタイミングで行きたいか。ほら。ちゃんと考えればできたよ。え？ファイヤーじゃん、ファイヤー。やばい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 。お、ジャンプショット。体当たり。ああ、お前賢い。ファイヤーマリオだと？熱い。あ、簡単じゃん。近づいてこの距離で撃ってあと逃げればいいだけ。あ、くそ。かわして撃つ。あとはほっとくだけ。逃げろ。よし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 。考え方がね。なんだこのゲームは。おお、なんか面白そうだ。さあ、続いてのゲームは、NY レックス、ニューヨークレックスっていうゲームっぽいですね。概要的には、なんかね、囚われの牢から逃げ出した恐竜が人間を襲うゲーム。なので、恐竜が主人公ですね。とにかくどんどん人間を食べていくという、ザ・ジュラシック・パークなゲームっぽい。あ、これもステージ構成がある。お、何？バイト、クリック、クリック、あ、なるほど。おわ、すごいすごいすごい。あ、踏み潰しちゃった。で、これを食べる。人間をどんどん食べていく。なるほど。おらこれは、これは面白いぞ。食べる。食べる。ガブ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 。食べる。また食べる。エイムがマウスなんだって。車も破壊する。おう。みたいな感じね。オッケー。ネクストミッション。これも食べられる。あ、すごい。フォークリフトも食べられるんだ。もう基本クリック連打か。あ、逃がすか。食べる。食べる。食欲旺盛な。成長期レックスを舐めるな、この野郎。ほら、食べる。すごいな。もうあれだね、ハンターハンターでいうところの体の体積よりも食べた量のが絶対多いね、きっと。もぐ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 。攻撃してくる人もいるんだね。え、あ、これでゴールか。急に見えなくなったと思った。びっくりした。なんだ今度、あ、なんか食べられないのが出てきた。あ、食べられ、いた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 。あ、ボス的な。あ、これなんか射出する。いた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 。あ、これを射出すんのかな。射出。待って待って、強い強い。ガブ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 食べてればいいんだ。ガブガブ食べてればいいんだな、これ。あ、どっか行っちゃった。後ろから来る？いた、ボン。投げた投げた投げた。あ、やっぱボス戦か、危ない。 HP ゲージギリギリだった。たまにボス戦があるのか。あ、今度人間、え、ちょっと待って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 。部が悪い部が悪い。これを食べるんだろう、きっと。ちょっと待って、食べて、撃つ。ほら、ほら、ほら、ほら。ほら、食べて、撃つ。よし。よし、3分の1削った。3分の1まで削った。ほら、よしよしよし、オッケー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 。はいはいはい、秘密組織食べます。秘密組織の人にも射出。転ばして、あ、もう、気を失ってるところを頭から食べると。オッケー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 。はい、クリアー。さあ、続いてのゲーム、スティックスクワットでいいのかな？スナイパーを操作する狙撃ゲームらしいですね。マウスでエイムを整えてバシーンと撃つ。ちょっと面白そうなゲームなのでやってみたいと思います。遊ぶ。なんかね、ストーリーもちょっとあるみたい。しかもなんか日本語化対応してるみたいで、日本語のセリフを言ってくれるんであればそのまま。言ってくれないんであればカット。どうかな？電話がかかってきた。うん。今日、車列が処刑されています。エキサイト翻訳だ。なんてこった。これはちょっと面白そうだ。このまま流そう。なんか YouTube の無理やり字幕使ってみ。だから私に言っている、私たちの核ミサイルを R32 が盗まれたと、あなたはそれが誰かわからないのですか。なんとなくわかる、言ってること。私たちはそれが合っている人を知っています。ケイン・フォースター。このケイン・フォースターがきっとターゲットなんでしょうね。それは時間の前にクリスマスです。どういうことだ。どういうことだ。時間の前にクリスマスです。
クソクソクソ、やばい、これ字幕面白いぞ。そこで彼はどこにあるので、どこにいるかってことで、ボルネオと幸いにも弾頭はトレーサーを装備していましたが、彼は4時間前にそれを削除しました。 OK をクリックします。チームを送ってください。そんな丁寧に喋ってない気がするけど、この司令官何、もう2人忍び込ませていると。すでにタクフリップヘッド、え、なんだなんだ、これはゲームではありません。 OK をクリックします。この OK をクリックしますって、なんだ、この2人が主人公なのかな。まあコインを投げて、テイルス、私が勝つ、私の番は道をクリアするには、なぜあなたはそれらの人を選びましたか。めちゃくちゃだ、日本語めちゃくちゃだ。でもなんとなく言ってることがわかるな。まあちょっと現地に2人送ったんだけど、ちょっとおじゃらけてて、この本部の人たちがちょっと頭を抱えてるみたいな感じかな。起きた、あなただけのボルネオの海岸に到着し、何、プライベートビーチみたいな感じ。途中で2警備員はすでにあります。このジャングルの中でこのミサイルの取得の旅ではありません。2警備員を殺す。よし、 OK、 やっていこう。2警備員を殺しましょう。いた、あ、これをやっつければいいので、ズームインとアウトが W と S って書いてあったな。時間をかけて E、 ストレスはありません。ほう、もう撃っちゃっていいんだよ。頭を撃つ。オッケー。気づかれたか、もう一人は。気づ、いや、ここ。これ難しい。リロードある。リロードします。こわ、これすごい揺れる、難しい。うわ、うわ。いよ、待ち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 。よ。オッケー、ドタマぶち抜いたったで、ね。ある。え ?2 警備員殺したよ。オッケー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 。成功したショット2、発砲が2、精度 100%。あ、お金もらえた。ラッキー。ラッキーっていうか当たり前か。あ、ミッションショップ、あ、ショップ、まあまあ最初1250じゃ買えないだろうけどな。狙撃ライフル買いたい。じゃああ、まだアンロックすらされてないんだ。これでなんだろう、ズームプラスとか、あ、2800とか、あ、なるほどね。ここら辺はちょっとお金を稼いでからみたいな感じなのかな。基本2800か。なるほどなるほど。じゃあもう一個、じゃあミッション行ってみようかな。あ、ちょっとこれ面白いかも。ちょっと RPG 要素があって、ボルネオクリアした。もう一回ボルネオ行くの、これ。あ、ボルネオ次のミッションか。客観的な、何でしょう、これ言ってみましょう。ミッション開始。あ、やべ、これ面白いぞ。どこにいる、いた。うわー、これ難しいね。ちょっと待って、あ、嘘、気づかれてない。これ狙撃失敗した時ってさ、撃たれた側って気づいてんのかな。なんかフォンって通ってったくらいの分かるのかな。嘘、あー、ごめんなさい、当たんない。オッケー、あ、やばい、バレたか。バレた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 。見てる見てる見てる。ここだよ。お、お、すごい。あー、嘘、あのゲーセンにあったゴルゴのあれ思い出す、これ。島内のガードを倒す。あ、最初に、島内のガードを倒す。島内の登ってる人を先に倒すってこと。こっちの人倒すってことか。こういうことね。で、こっちがまだ気づいてないのかな。で、こっちを狙うと。オッケー、ミッションコンプリート、クリアした。星3だともらえる賞金がちょっと多いんだ。お、いいね。2750になった。オッケー。さて、じゃあミッション行こう。ガンガン行こう。ボルネオの次のミッション、武装パトロールが近づいています。彼らはどんな死体を見つけてはいけない。彼らは崖に到達する前にそれらを殺します。なるほど、崖に到達する前に。一応日本語で書いてあるから何をしなきゃいけないか分かる。クソ、これはダウンしてここに。沈黙、彼らは近づいています。ちょっと日本語訳が面白かったりするが、どこだ。あ、いた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 。オッケー、やばい、走ってる走ってる。ちょっと待って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 、あ、ダメ、え、なになに、最後の1を殺すことによって起動しま、え、後ろの敵、あ、後ろやっつけた方がいいのか。前見てるから後ろやられても分かんないのかもしんない。1人、2人、3人、リロード、よし、リロード、慎重に慎重に慎重に。オッケー、ぶち抜き、ふぅ、オッケー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 。基本やっぱ 100% じゃないと成功しないような感じなんだな、難易度的に。じゃ、ショップ行って、狙撃ライフルのこの、これをちょっと強化しようかな。
パワーは別にほぼ一撃だからいいとして、ズーム機能とか上げるとズームできるようになるのかな。アップグレード、おお、レベル上がった、ちょっとだけ。じゃあミッション、あ、これはちょっと、これちょっとみんな好きじゃない、こういうの。じゃあラスト、これフォスターズ傭兵は、オックスプレゼングしている、これらの人を離れて取得してはいけない、誰もが生きているままにしてはいけない、全員倒せってことか。倒す順番あるかも。ズームインができるようになったんだね。まず一人やっ、あ、ダメか、ミッション失敗。来た。まずズームして、うわー結構動き、あー動き早いよ。ズームインしてドン、よし撃ち抜いた、ヘッドショット、リロードして船が止まったところで、もう一人を狙いましょう。よっ、オッケー、リロード、よし、よっ、オッケー、どうだ、全員船の上は倒した、船の上の人倒した、オッケーオッケーオッケー。基本 100% じゃないとクリアできないわこれは。なるほどね。あ、ロック解除 M21 だって。へえ。あ、これは面白い。皆さんよかったらやってみてください。なんだっけ？これだ。スティックスクワット。よかったら皆さん検索してやってみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちら。この動画の続きが見たい方はこちら。そしてお菓子作りやアウトドアに挑戦している動画チャンネルもありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。